取り出すの忘れて色が。そんな時はぬか漬けの味を生かしてお料理しよう。きゅうりは細かく刻んでフライパンに油を入れて火にかけて炒めるよ。ミンチ肉を加えて炒めるよ。火が通ったらご飯投入。また炒めるよ。次はこれ、豆板醤少々、刻みネギ、胡椒。パラパラになれば OK。 盛り付けて、いりごま、刻み海苔、これはおまけ、ゆで卵のぬか漬け、ぬか漬けきゅうりチャーハン、出来上がり。作ってみてね。